はい、どうも、哲学とです。毎週チャレンジリフトの動画楽しみにしてくださってる皆さんありがとうございます。なんかチャレンジリフト366がですね、今日朝6時にちょっと見に来たんですけど、更新されてなくて、365のままなのかな。なので、終わってんのかこれ。せっかくだったら、365でも一回やりながらね、話そうかなと思ったんですけど、まあ、CS 版だけかもしれないですけど、なんか、まだね、366来てないみたいなんで。366の動画は、まあ、次にチャレンジリフトが更新されたらまた出そうかなと思ってますけど。ということで、まあ、今週は、まあ、チャレンジリフト動画は、お休みなのかな？まあ、わかんない。来週の火曜までに来たら、あげようと思ってますので、楽しみにしていただけたらなと思います。まあ、たまにね、今まで365回チャレンジリフトあったんですけど、まあ、その中でも、なんていうか、バグっちゃったりとか、うまくいかなかった、時とかってあるんで、まあ、こういうこともたまにあるよという感じで、まあ、捉えてもらえたらいいのかなと思うんですが、なんかね、昨日ちょうどこう、ディアブロ4がまあ、11時から、バトルネットのメンテナンスで停止してて、まあ、イモータルの方、プレイしてたんですけど、イモータルの方は通知なしで普通に落ちまして。どうなってんだろうな。まあ明日のチャレンジリフトもしかして更新されねえんじゃねえみたいな話してたら、まさかそのフラグが、まあ、実現しちゃったというような感じで、366は来てないという感じなので。まあそうですね。まあチャレンジリフトってすごい、まあディアブロ3の、いろんなビルドがね、立ち代わり、こう毎週楽しめるようなコンテンツなんで、ぜひね、今も続けてるという方はね、楽しんでいただきたいなと思ってるんですが、まあ、これが最後の最終回にならないことを祈りつつね、まあ、チャレンジリフトファンとしてはね、まあ、気長に更新を待ちたいなというところがありますって。まあ、なんだろうなぁ。まあ、ブリさんもね、いろいろと忙しいんでしょう。ということで、まあ、あまりダラダラと話してもあれなんで。あれですけど。ただね、ディアブロ作品は、まあ、比較的運営しっかりしてる方なんで、まあ、どの白姿とは言わないけど、他の白姿とかだと普通にね、なんか、オンラインモードが3日間使えなくなっちゃったりとかさ、まあ、そういうこともあるんでね。まあ、D2R を忘れたかっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、気長に待ちましょう。まあ、楽しい部分があるからこそ続けてるっていうところもね、白姿の場合あると思いますんで。まあ、366は、まあ、上がってきたら、まあ、プレイ動画、まあ、すぐに上げたいと思いますんで、しばしお待ちいただけたらなと思います。まあ、それでは、今週もね、頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。